まさかのコンビで出るっていうことになってまたこの重い鉄球を引きずりながらやらなきゃいけないんだと誰の鉄球だお前、やめてくれよこんな絡みはい、もう少し我慢してください。このメンバー、後藤さん以外がドキュメンタル初登場ということでございまして、はい、さあ初めて、松本さんからの招待状を受け取った時のお気持ちを聞いていきたいと思います。どうでしょう、ウエストランドをこちらいただいた時のお気持ち。いやそうですね、やっぱりずっと見てた、ね、憧れの場でもあったんで、うん、まあ、M1 も優勝させていただいて、はい、ついに来たかと、はい、まあね、大体芸人みんなこれ見ながらもシミュレーションしたりとかしてたと思うんで、はい、僕もそういう感じでついに来たかと思ってたんですけど、はい、まさかのコンビで出るっていうことになってまさかの一気に不安な気持ちになりました、ね、それまではやった。心強いんちゃうんかい。いやいやいや、もう一気に不安になりました普通ね、絶対コンビなら相方いた方がいいと思うんですがまたこの重い鉄球を引きずりながらやらなきゃいけないんだと誰の鉄球だお前、やめてくれよこんな絡みいいですね、すごく実例が出ましたね。いやだから M1 の時もそれで頑張って鉄球引きずりながら優勝したら鉄球側が泣いてたんですよなかなかね鉄球って涙流しませんが、またコンビでなんだと思いました、はい、錆びたろかな思いましたね。いいですねいいですねかましてるな。これがドキュメンタルでは何時間も見れますからねそういうことですか。そういうことですね。これが何時間も、そういやこんなも何個もありました、はい、そうですね、はい。